任務完了。はい、ホーリーさん、だるまありがとうございます。ケンタン、だるまありがとうございます。ケンプさん、ハートありがとうございます。ノーさん、お花ありがとうございます。いちごパワータン、ハートありがとうございます。あります。ホットヤトウさん、こたつのようにみかんのやつありがとうございます。すべたんかくたん、ここにある、ここに今立ってますね。でっかい、あのクマさんがぶら下がってる塔みたいなやつありがとうございます。タびっくり、ありがとうございます。朝からうれピーナッツとしたんだるま、ありがとうございます。やった、ここにクマがぶら下がってるタワーですね。ありがとうございます。イエーイ、うん、抜けてる、ほんとだ、セーター祭になってる。編集するのもう無理なんで、今日はセーター祭でいきたいと思います。運があると思っててください。スベタンクタン、もう一本タワーありがとうございます。わあ、びっくり、ありがとうございます。同じタワーだ。クマが東京タワーに頑張ってぶら下がって、あの落ちないようにしてるタワーみたいな、そう、ちょっと変わったタワーのやつありがとうございます。びっくりキントン、びっくりマンボウ、びっくりクリクリクリキントン、ありがとうございます。うまいっしょ。おちさん、花束ありがとうございます。ありがとうございます。テロップが生徒さんになってる。そう、なんか編集すると、あの多分ショールームが消えてしまうので、多分普通は切れないね、普通は切れないけど、なんかももがやると、ももがやるとちょっとなんか変なとこしてしまうので、今日はロゴニャンさんの生徒祭でいきたいと思います。ラッパーいけるな、行こうかな。行きますかね。これは去年買ったイヤリングです。ここにぶら下がってるやつが M って書いてあります。ありがとうございます。そう、昨日は桃公演が100回でした。イエーイ、じゃ100回目の公演でした。イエーイ、100回目です。そう、願いさんの生誕祭でちょうどあの100回を、ちょうど100回出まして、願いさんが自己紹介で言ってくれて嬉しかったです。タンカラコーンさん、お弁当箱を包むフルスクミジェネツ、ありがとうございます。そう、なんか自分でも、あ、もう100回出たのかっていうね、早いですね。そう、なんか100回も出てる感覚はないけど、まあ、100回出たって言われたから多分100回出てるんだと思うんですけど。鈴木さん、ハートありがとうございます。そう、あっという間だった。ちょうどみっちゃんと同じ時に、そう、ぴったり100回をみっちゃんと一緒で嬉しかったです。たかたかさん、ハートありがとうございます。そう、みっちゃんもももも昨日は100回でした。ありがとうございます。そう、ねがいさんは生誕祭なのにわざわざ自己紹介で桃とみっちゃんの100回ってことを言っていただきました。ありがとうございます。そう、劇場デビューが青春ガールズコーナーで、それからアンダーやトゥースだけだからコーナーたくさん出て今にたどり着いて、今日はね、101回目の公演ということで3桁になって101回目ということで、今日もまたぜひ見てください。そう、今日は青海さんが少ないもんね。そう、なんかみっちゃんが足がちょっと負傷したらしくて、
そう。なのでお大事にして、ちゃんと負傷しずに治ってほしいです。そう。青海さんも復活するので、今日の公演はぜひ昼公演も見てください。そして昼公演の横根さんの生誕祭もぜひ見てください。よろしくお願いします。はい。ももはちょっと風邪がひいてるだけです。若いんで、体に影響はないでございます。えちごばあたん、だるま、ありがとうございます。イノセンさんまだ歌えないよ。もう。そう。昨日よりは、まあまあ治りました。はい。喉痛くないんですけど、鼻がブシャブシャブシャーって感じです。今ので伝わったでしょうか。雨降ってる？降ってないよ。ちょっと空が肌色、じゃあ間違えた、ちょっと空が灰色の怪しい雨が降りそうな天気です。配信は何時まで？20分だから7時50分までです。よろしくお願いします。わー、ごめんね、ごめんね。よそな、あ、ちょ、大きい声出しすぎました。もうがびっくりしたのは田辺美月ちゃんが来たことです。イエーイ、起きてるんだ。イエーイ。いつもなんかみっちゃんが、ももがショールームやってる時はいつも寝てるって言ってました。でも今日起きてるんですね。ありがとうございます。すんまそん。みっちゃんが来てびっくりして大きな声を出してしまいました。ふーちゃんのアバターで田辺美月ちゃんが現れました。こういうなんかいかにも手書きって感じのふーちゃんのアバターで現れました。そう、みっちゃんお大事に。お大事にしてください。でも昨日は一緒にいいのアンダーに出ました。そう、初日は2回出れなかったんですけど、昨日は初めて2回いい公演出ることができました。イエーイ。トレーナーはいちごミルクだよ。初めて2回出て、最後ちょっと未来が目に占めるだけ出れなかったんですけど、まあまあそれは気にしないで。そう、未来が目に占めるだけはちょっと8時をちょっと過ぎそうなんで出れなかったんですけど、昼公演のお見送りも出たし、夜公演も出たんで、ひとまず良かったです。また出たいです。イエーイ。そう、メールを取ってくれてる方は分かると思うんですけど、もうなんか靴箱みたいのがあるんですよ。こういうね、白い靴箱みたいな、それが昨日なんとアンダーに出る研究生はなんかそのチーム E の先輩のこの靴箱を使うんですけど、その靴箱が昨日なんとももがスタさんで、すごく嬉しくて写真を撮ってきました。イエーイ。そう、なんかいつもあ、ここがいいなって、なんか須田さんがいつも使う着替え場所が1個あるんですよ。入り口入って奥入って一番ここなんですけど、わかる、わかんないよね。そこにいつも使ってるんですけど、そこのロッカーはいつもももがいつもそこを使いたいなと思って、昨日やっと願いが叶いました。そして須田さんの靴でした。じゃあさすがに匂いまで書くとやばいかなって思ったんで、
まあ、そのまま普通に履いたんですけど、やっぱり昨日は足だけ須田さんというだけあってね。あってなんていう足だけ須田さんということだけあって、この前よりは綺麗に踊れたと思いますよ。だって足が須田さんでも最強じゃない最強でしょ。これでモーと須田さんは足のサイズが同じだということが分かりましたので、これからはモーも、モーをきつい靴を履いて大きくならないようにしたいと思いますもう足の大きさは同じだということが分かったので、これ以上足を大きくならないように工夫して生きていきたいと思いますこれからの人生の目標は足を大きくしないことです。もうの足は 23.5 です。もうの足は 23.5 になります。そう。そう、でもちょっと大きかったところあったよ、ハートのベクトルのやつとか。でもなんか透明のやつはめたから、まあ、ちょうどぴったりということでよかったです。そうということです。あ、昨日の先輩にはなんか爪に塗る液体わかりますか？そんなもんネイル、ネイルというものは爪に塗る液体です。ここに色のついたものを塗ります。それはわかるかそう、マニキュアをあげましたマニキュアですね、ネイル&マニキュアです。ちょっとおしゃれなものをあげてみました。今日も横根屋さんの生誕祭なので、プレゼントを忘れないように、もうさっきリュックに入れましたです。モータのお小遣いが心配。え、でも先輩のプレゼントはちょっとマンも買ってくれるので、まだあとお財布にはまず500円玉が入ってて、あとちょっと入ってるよあとちょっと入ってるので、ご安心をまだ入ってます一応。ピアス開けてる。そんな開けない。怖い。あと昨日パパが関係者席で見てたんですけど、なんか根貝さんのパパとママがいたらしくて、なんか根貝さんがパパとママに手振ってたんですよ、こうやって。すごいなんか。パパもその時後ろ振り返られててすごい見られてて恥ずかしかったと言ってました。もう根貝さんがすごいパパたちにね手振ってたんですよ、自分の父母に。それで根貝さんのママの横ら辺にいたんで、パパがそう。そう、ちなみにパパの詩はゆうかたんさんとおるさんになります。そう、なんか根貝さんのパパがなんか最後話しかけてきたらしくて、なんか平野桃奈の父ですって言ったら、なんかおー分かりますみたいな顔が似てたので、桃奈のパパって分かりましたみたいなこと言われてたんですよ。そんなに似てるかなって思ったけど、知らない人が似てるって言ったから似てるんでしょうねね、似て、ね、見たことない人が似てるって言うんだから多分似てるんだろうけど、あのママは多分似てないと思います、自分で自分で似てないと思うんですけど、似てるって言われたのでちょっとだけ認めようかなと思います。はい、ということで今日のテロップを出します。
誕生日なんで猫を描きました。猫もくない、こうやって描いて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 、ピピピピピピ。今日は2本です。昨日は2人だったから2本ずつで4本立ったんですけど、今日は1人だから2つしか立っていません。かわいい子猫ちゃんとケーキを描きました。255日、ありがとうございます。ピラミッドじゃない、どうかどう見ても美しいケーキでございます。魚くわえた。はい、ということでランキングをやらなきゃいけないと思います。13位カツさん、ありがとうございます。12位ナナチョコさん、ありがとうございます。11位タクヤマルさん、ありがとうございます。10位カンカラコウさん、ありがとうございます。9位アリマス48さん、ありがとうございます。8位トスタン、ありがとうございます。ラッキーセブンガクタン、ありがとうございます。6位イチゴパワータン、ありがとうございます。5位どうなるんですかさん、ありがとうございます。4位消防さん、ありがとうございます。3位ホーリーさん、ありがとうございます。2位のっさん、ありがとうございます。それでは今日の1位へ参りたいと思います。今日の1位はピンポンパンポーン、ジャカ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 ジャン、スペタンカクタン、ありがとうございます。こことここにこうやって立ってってクマさんがこうなってるタワー、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではいきます。せーの、ありがとうございます。今日はぴょんちゃん欲しいですか。出現、はい、ありがとうございました。